おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高根室です。マテリアルのあゆみです。カモイのヒロです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、今日はですね、なんとですね120回、来たね120回、ね、だからもう本当に、ちゃんと2年回してるということやね、ね確実に2年以上回してるということなんですけど、はい、でそして、今日は9月の17日ということなんですけども、はい、9月の17日といえば、はい、じゃじゃん、そうですね、ドラゴン映画祭ですよ、これですよ、はい、今日真っ最中ですね、昨日から始まっております。はい、大盛況です。はい、そうなんですよ、大盛況ですよ。 で、はい、ね、ドラゴン映画祭2022 in、新世界、東映ということで、はい、本当にあの通天閣の本当すぐ隣にある老舗映画館なんですけれども、はい、新世界東映の方で3つスクリーンがあるんですよ、3つ部屋があって、でその3つのスクリーンを使って48監督60作品、はい、でそしてこれにプラスまたあの飛び入り参加の監督作品があるん で、実は50監督以上、60作品どころじゃないという感じなんですけども、ね、はい、ぜひ見に来ていただきたいんですが、はい、皆さんいいですか、灯るです、灯る、灯るです、はい、完成してますそりゃそうだろ完成してます今日の上映は、はい、終わってる、いや、ね、9時なんですよ、終わってるもう終わってるんですよ、終わってるんですよ今日は、だからあと1回チャンスがあるぞ、あと19日ですこの後明日やってないんですよ、うん、ごめんなさい申し訳ないですけど明日やってなくて、明後日月曜祝日です、うん、はい、でこの祝日の月曜日の19日が、はい、お昼の2時半、14時半から行きやすい時間や、はい、うん、やっておりますのでですね、うん、その前後に確かカバーがあるんですけどね、そうですね、はい、はい、そうなんです、なのでぜひですねこちらともるね、はい、見に来ていただきたいですし、 、はい、もちろんあの、はい、受付通るときにともる見に来ましたと言って、受付取ってください、はい、はい、もうそれがもう僕ものすごく嬉しいんで、はい、うん、喜びますから、はい、あの多摩の会場でともるって言っときましたよって言ってくれたら俺ありがとうって俺多分言うと思うんでテンションが上がる、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということでございますね、はいはい、かっこいいな、ね、G もめっちゃかっこいいわ、ね、G は脇田隆法先生ですね、はい、はい、またねあの映画の中でねこのトモルがね、はい、出てくるところがまたかっこいいんですよ、はい、素敵、ぜひそれをね確認しに来ていただきたいと思います。ということでドラゴン映画祭よろしくお願いします。はい、はい、そんな9月19日はどんな日なんでしょうか、はい、あ、17日、ごめん、17日だすみません、19日にやるから19日言ってました17日はどんな日なんでしょうか、はい、はい、17日です、はい、今日はモノレール開業記念日となっております。おー、はい、東京オリンピックは開催された1964年、はい、昭和39年の9月17日に、はい、うん、浜松町から羽田空港間の東京モノレール、はい、が開業しました、はい、全長 13.7km、 約15分で、運賃は大人が250円、子供が130円というものでした。日本初の旅客用モノレールだったため、東京オリンピックの開催で、日本国外からのねお客さんの羽田空港からね都心へのアクセスでの目的で、設置されましたという日となっております。はい、はい、乗ったことある？東京あ、あると思う。お前、東京バスでしか行ったことないんちゃうんけ。あ、そう、バスでしか行ったことない。おで、なんかモノレールは乗ったことある。あ、モノレールはね。ゆりかもめとか。そう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 。ゆりかもめはだってお台場行くのもあるからね。うんうん。まあ、乗ったことある。あ、でもこのと、ここはないですね。モノレールとは違いますよね。はい、東京モノレールの羽田線はないです。はいはいはい。僕もないです。羽田行ったことないですね。ない。もうあの基本的にほらピーチとかで行くとさ、うん、成田に行っちゃうからね。羽田も羽田行ってない。羽田行ってないですよね。羽田の近くは通過するんだけど、新幹線で通過することはあんねんけど、うん、基本がね、あの、ね、飛行機で行くとね、
あの成田行っちゃいますからね。で思わずあの何ゆでピーナッツ食べるとかそういう話なんですゆでピーナッツ、ゆでピーゆでピーめっちゃうまいです。はい、はいはい、そしてもう一個、はい、イタリア料理の日です。お、はい、東京渋谷区に、うん、事務局を置くイタリア料理のシェフを中心に活動を行っている日本イタリア料理協会が制定いたしました、うん、日付はイタリア語で料理を意味する、うん、クチーナ、はい、クチーナ、はい、クチーナ、はい、クチーナを語呂合わせで、はい、クッチーナ、917で来ております、はい、はい、イタリア料理の普及発展、イタリア文化の紹介など料理技術、知識の向上が目的で記念日が作られております。はい、イタリア料理ね、イタリア料理といえば、ね、そうですね、もともとイタリア料理やってましたからねそうですね、はい、今朝ドラでもやってますもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、はい、今月いっぱいですね、ですね、9月いっぱいで終わり、まだだから続きますけど、はい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 、やってますね、はい、まあ、歴史ある料理なんでね、そうですよね、まあ、だからなんかね、あのほらあのちむどんどんでも、はい、あのオーナーが言うてはるんですけど、はいはい、イタリア料理という料理はないと。そう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 、イタリア地方のそれぞれの地方の料理を出してるから、うんうん、イタリアの料理って言ってるだけで、イタリア料理っていう料理はないんだと。だから日本料理だってそうよね、うん、ある意味日本料理って言ってるけど、まあ、大体あの京都地方の、うん、あのね、うん、まあ要は宮廷料理じゃないけど、うん、そういうその、身分高い人たちが食べるやつを元にして、うん、なんか作り上げられた料理文化みたいなのが、うん、なんか日本料理っていうことになってるはずだよね。はい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 、まあまああのこの辺話し出すと長いんで、そうですね、はいはいはい、はい、はいはい、じゃあ、はい、今日は、パスタでも食べるかな。イタリア、うん、パスタはイタリア料理？イタリア料理ですけど、イタリア料理ですね。微妙なメインじゃないメインじゃないよね。メインじゃないか、うん、でも日本人はメインとして、まあ、パスタは、まあ、まあ、まだね、ピザはね、あれはもうおやつみたいな。イタリア料理って言ったら怒るシェフがいますからね、うんうん、料理じゃねえ、あれはイタリア料理じゃないうん、ピザも食べたい、うん、はい、はいはい、ということで、今日の、この日何の日ですか、はい、ということですね。はい、はいはい、ということで、このプレゼンありかなしかなんですけれども、はい、今日もですね、まあ、映画監督のインタビューを、行ってきました私、はいはい、で今日の、作品がですね、「彼岸の二人」というタイトルで、北口雄介監督にインタビューしてきたんですけれども、まあ、あの内容がですね、どういうことかというと、まあ、児童虐待を受けた少女が、まあ、いわゆるその何ですかね、施設で育つわけですよ。で施設で育って、あれ施設ってほら、もう何歳で出なあかんって決まってるじゃないですか、はい、18歳までしか入れないかな、はい、なので、まあ、施設を出て、働くと。で働くんだけれども、要はなんですかね、いろんなその常識が分かってなかったりとかいろいろあるんで、まあ、そういうのでこうちょっといろいろとつまずいたりとかもするんですけど、でその児童虐待を、しかも ほぼネグレクトに近かった母親がいるんですけどね、この母親がその職場にやってきてしまうという、うん、で、職場にやってきて何をお願いするのかって言ったら、金せびってくるって話になるんですよね。はい、でまあ、そうや、じゃあそれに対して彼女がどうやって対応したかとかで、まあ、ある意味また地獄が復活するみたいなことになるんかならないのか、うん、で、そこへですね、なんとですね、なぜかですね、アイドルグループが関わってくるんですね、うん、はい、でこのアイドルグループの 歌があって、これがまたですね、そのこの、ストーリーの、まあ、キーになる、うん、内容になってまして、はい、最終的には、まあ、テーマソングになってくるんですけれども、うん、はい、まあ、そういう作品になってまして、まあ、まあ、一瞬暗いんですよ、うん、でじゃあ途中から明るいんか言ったら、まあまあ暗いんですけどまあ90分で見やすくて、あと僕は正直言って、この作品のカメラマンがすごくいいなと思いました。うん、でお聞きするとすごく若い、もう二十歳そこそこぐらいの、カメラマンだそうで、うん、はい、僕は
彼はセンスあるなってすごく思ったので、まあ その絵の綺麗さとかそういうのも含めて見る価値あるんじゃないかなと思ってますが、はい、じゃあ監督はどんなお話をされるのか、まずは、こちらのインタビューからご覧ください。どうぞご覧ください。さっき飲んでてもいい？いや待って言うてるやんけ。その先言っとけやんねったら。期待なんかすんなよ。お前の金が欲しいだけだ。お前から取れるだけ取って、なくなったらまた捨てられるのがオチだ。生きていくしかないね。私もあなたも。お母さん、何しに来たの？お前が呼んだんだろ。呼んでへん。助けに来てやったんだよ。一目だけでもいいからあなたに会いたかったのよ。私なんか死んだらええねん。何言うてんねん。お金に決まってねえの。守ってくれるんか？よし兄は私のこと守ってくれるんか？当たり前や。バカなまねはよせって。ここ来たのよ。今日はですね、彼岸の2人、という作品の、監督でいらっしゃいます、北口雄介監督ですね、はい、にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これがですね、まあ、なかなか見させていただきましたけれども、非常にエッジの効いたというか、面白い絵作りもすごい凝ってらっしゃるように僕は見受けてたんですけど、監督としてはこの作品の、まあ、売りというか、はい、というのはどういうところになるんでしょうか？そうですね、主役のこの朝比奈メイリーっていう子が、まあ、当時18歳とかだったんですけど、はい、高校3出会った時は高校3年生で、はい、でまあいわゆる地下アイドルというか、まあ、ご当地アイドルとして普段活動してるんですけど、うん、まあオーディションで初めて会った時にすごい、はい、なんていうんですかね、うん、暗い輝きを持っていたというか、地下アイドル、なんていうんですかね、アイドルだけど、うん、こうキラキラしてるというのではなくて、なんかすごい影があるなと思って。あ、影ね、影ね、はい、でなんか特別お芝居がうまいとかそういう感じではなかったんですけど、なんかその影がすごい良くて、なんかこの子でいけるんじゃないかなっていうので彼女に決めて、まあ、ただ芝居を全然したことがなかったので、はい、まあ、何度かワークショップというか、まあ本当に演技レッスンみたいな、すごいもう基礎中の基礎からやりまして、本人はこれ何のためにやってるんですかみたいな、キョトンとしながら、まあ、とりあえずちょっとやってくださいみたいな、なんかいろいろやりました。あとその僕どっちかというとアイドルのゆめちゃん、はい、ね、倉浦さん、はい、で、はい、彼女とその彼女のお母さん役の人がもう本当に素晴らしいなと思って。あ、まさこさん、僕も大好きな女優さんですね。はい、ね、めちゃくちゃもう何でしょうね、まあ、もちろん本がそうなってるんだろうけれども、はい、ぶれないお母さんをずっと存在させたはったから、はい、どの場面でもあの人がブレてるとか見てる。確かにそうですね。だから、もう言うたらかんかもしれないけど、ラストの方の店の前でどやこやってやってるところとかも含めて、はい、全然ブレてはれんだもん。
まあ、ね、1個はあの出てくる場面があそこそのあのお店のところしか彼女は出てこないから、はいはい、その前か中かの違いだけですからす、ね、っていうのはあるんだろうけど、まあブレなかったですね最後までね、うん、いや、いい女優さんね、はい、でもこれなんかすごい苦労しちゃったっていう。あ、そうですね、はい、まあ、撮影して、はい、クランクインしても5日目6日目ぐらいに緊急事態宣言が出て、はい、うん、でも中断するしかないなってなって、うんうんうん、でコロナの情報が今みたいになかったです。これクランクインしはったのがクランクインは2020年の4月、もう真っ只中ですよね。もうクランクインもするかせえへんかどうしようみたいな感じでしたし、やっぱり直前でクルーも何人かごめんなさいって受けられましたし、もう引き止めれないですし、もうでもなんか今やらないと、まあその時今やらないともう絶対取られへんなと思って、なんだろう、キャストを全部変えてなんか企画一回棚上げしてまたやるっていうものでもないですし、いやこれまた難しいのがその扱ってるのがそのお子さんだったりするじゃないですか、はい、お子さん1年も待ったら成長するんで、あ、そういう意味で言うと中断したのがいい方向に作用してくれて、うん、音瀬の幼少の頃の音瀬をやってくれた徳上優奈ちゃんがその、はい、あの子がその中断期間中にちょっと成長して、数ヶ月ですけど、数ヶ月って子供にとってはすごい大きいじゃないですか。その間にすごいもうセリフがちゃんと入って、僕が言ってることを理解してくれてるんですよ。なんかこう話してる時に中断前やとなんかこうお母さん見てお母さんから噛み砕いてもらってやったけど、もうそれなしでちゃんとやり取りができたんで、すごいそういう意味では中断は良かったのかなとは。いやでもね、そういう苦労を乗り越えて、まあ、ようやく完成したという。そうですね、はい、でも中断しますって、うん、こう緊急事態宣言が出た時に言った時のカメラマンの石原ひなたとか、はいはいはい、プロデューサーのさくらさんとかのなんかすごい悔しそうな表情がすごいもう今でも忘れられなくて、なんかそれがあったから再開できたというか、うん、なんか絶対完成させようって思えたのはもう本当にそのあの時のみんなの顔ですかね、うん、あれがなかったら挫折してたかもしれない。でそうやってねできたこの悲願の2人なんですけど、はい、で結局この悲願の2人って誰なんですか？悲願の2人は、まあ、主役のね、はい、あ、音瀬ちゃんはまあ僕だから見ながら思ってたのは、あ、はい、音瀬ちゃん 2人っていうの音瀬ちゃんともう一人なのか、そのあドア玉から出てきてる宗純のことなのか、はい、お母さんなのか、お母さんでもお母さんほら当分出てこないじゃないですか、しばらく。そうですね、途中からというか、まあ、ちょっとしばらく会ってないじゃないですか、はいはい、でだからアイドル出てきたねみたいな話もあるし、なんかいろんなパターンがあるなみたいな。あ、そうですね、誰ですかね。監督は決めてないんですか。誰でももうお任せします。あ、なるほど。まあでもこの、まあ、でもポスターね、うん、このお母さんと、そうですね、一応ね、はい、だからってるんで、一応まあこの親子なのかな、かなっていう感じです。はい、じゃあ監督から一言、まあもう大体喋ってはると思うんでありがとうございます、はい、見てらっしゃる方に一言お願いします、はいはい、悲願の2人を監督しました北口雄介です。今回初めての長編映画を監督させていただきました。
まあ虐待っていうのが一つの、まあ、テーマにはなってるんですけど、そこではなくて、あの母と子の関係に集中してあの作品を作りました。僕自身がこの作品に取り組み始めた時に、あの娘が生まれて親になって、で、まあ、一方で子育てしながら一方で映画を育てていってということをやってて、なんかいろんな自分の人生だったり、人がどうして生まれるんだろうとか、どうして死ぬんだろうとか、そう答えのないことを漠然と考えながら、こうもがき苦しんで生み出した作品です。あの90分だけですけど、なんか見ながらその、まあ、虐待の問題であったり、自分の親とのことだったり、親の人はこのことだったり、なんかそういうことを考えたり、なんかそういうことに寄り添ってもらいながら見ていただけたら嬉しいです。9月17日から、大阪シアターセブンで先行公開になります。ぜひ劇場で見に来てください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、映画悲願の2人の監督の、北口雄介監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで終わりました。はい。いやー、くらいでしょあれはね、だからね、明るいとこで絶対見たらあかんやつ。明るいとこで絶対見る。逆に暗いとこで見るから、うん、暗さに慣れるんで見えてくるんですよね。はい、まあ、あのだからといって前編が暗いのかって言ったら、まあ、あの抱えてるものがね、重たかったりとかもするんで、ちょっと暗かったりとかする部分はあると思うんですけど、はい、あのまあ、監督もおっしゃってましたけどね、あの虐待にフューチャーしたくないと。はい、要はその母親と娘のこの関係とかね、うん、その母親自身も抱えてる背景があったり、まあ、そういうものが、そういうものがあって、親子が向き合った時に、まあ、どういうその答えを出していくのかなっていう、うん、でもう一方実はね、これね、インタビューの中ではちょっとだけ僕が触れてるんですけど、アイドルの夢ちゃんっていうのがいるんですよ、はい、アイドルグループのリーダーをやってて、でところが彼女はあれなんですよね、マネージャーに手つけられて妊娠しちゃうんですよ。うーん、で今から大きく売り出していくよっていう時にゆめちゃんが妊娠しちゃっててでちょっと気分悪くなって倒れちゃうとかっていうのもあったりとか、うん、で、じゃあその子を産むのか産まないのか、でそれをマネージャーに言うのか言わないのか、でこれをまた母親が、うん、お母さんのご飯屋さんやったんですよね。このお母さんがいいんですよもう全く揺らがないから、一瞬たりとも揺らがない、常に娘のことしか考えてない、うん、娘をどうやって、あんたが幸せになるためにはどうなんや、うん、それしか聞かない、めちゃめちゃいいお母さんです、はい、まあ、そういう、まあ、2つの、親子が、うん、はい、まあ、絡まないんですよ、ほとんどほとんど絡まないんですけど、まあ、あの2つのストーリーがあって、まあ、それがあの、まあ、最終的にチラッとこう絡んでキュッとこう、あのラストに行くという話になってまして、はい、まあ、そういうのもね、見ていただきたいなと思うんですが、はい、ということでですね、一応これ丸×なので、はい、じゃあ前回は私だったので、はい、今回は小坂部さんに、はい、丸バツお願いしたいと思います。はい、クッチーナの日なんで。あ、そうね、クッチーナの日なんでね、はい、はい、よろしくお願いします。それでは行きたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。おー、え、どういうこと？え、どういうこと？いろいろ考えるよね。いろいろ考えるよね。そうなんだよりいろいろ開発してね、こっちの方が。はい、はい、ありがとうございましたということなんですけど、はい、あのね、なんかね、だから北口監督も実はあの、東住吉区出身で、でこれ舞台が堺なんですよ。
これ全部堺で全部撮ってる。そうです、ほぼ堺で撮ってるはずです。はいはい、はい、で、まあ、最後にちらっと言ったんですけど、ラストシーンを撮った場所も大和川沿いなんですよ。あ、そうなんや、はいはい、大和川沿いにかかってる橋をこう渡ってるみたいなところを撮影だったりとかするんですけどね。はい、はい、あそこですよねっていう話をしててそうです、そうです、その辺りですみたいな、めちゃめちゃ地元ネタで2人で盛り上がったっていうまあ僕も大学が堺だったんで、はい、桃山学院大学がまだ堺にある頃に、通ってましたんで、だから堺市内って結構僕詳しくて、南海高野線沿線とかめっちゃ詳しいんですよ。だから、まあ、その辺の話題で盛り上がって今度飲みに行きましょうっていう話は またやってたんですけどね。はい、はい、ということで今日からシアターセブンです。はい、はい、なので、まあ、もう今日ね、灯るまってますからね。そうですね、今日はあってますからね、はい、シアターセブンの方に、まあ、このね、彼岸の2人を、はい、見に行っていただければ、はい、舞台挨拶確か多分今日入ってんちゃうかな、はい、みたいな感じだと思いますんで、ぜひですね、見て いただいて、微妙にこうちょっと楽しそうなんだけど、歌詞聞いたら結構えぐい歌詞なんですよ、主題歌が、はい、それに主人公が心打たれるっていう、そういう内容になってますので、ぜひその歌も聴きに行っていただければなと思います。はい、はい、ということで、このプレゼンありがなしかでした。ありがとうございました。はい、ではあゆみ、はい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 、今ね、映画の制作の方が多忙になっております。ありがたいことですが、はいはい、はい、カフェの方は平日やってるかな、うん、やってないかながありますが、はい、平日、はいはい、やりたい、やりたいんだけど、やりたい気持ちはたくさんあって、はいはい、まあね、平日はできるかな、開けれてる時は ね、はい、ただ19日、うん、ドラゴン映画祭行ってます。あ、そうだよね、なので、そうですね、ここはやってません、はい、明後日ね、はいはい、ドラゴン映画祭1日遊ぼうというね楽しもうかなと楽しもうかなと、はい、思っております。はい、はい、出演者ですか。はい、はい、トモル、はい、黒髪ですけど、はい、頑張っていきます。はい、はい、はい、ぜひぜひ、はい、はい、なのでまたね、お店の情報はホームページなどで詳しくは覗いてみてください。はい、お願いいたします。はい、はい、終わり。はい、はい、では行きますよ。今日のグッドイということで、今日はですね、はい、もう僕本当ね、小学校中学校ぐらい、中1ぐらいだからね、もう忘れもしない、バスでね、なんかなんたら見学かなんか行くときに、はい、その時に流れてたんですよ。おパラ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 って言いながら、こうずーっとこう横にこう文字が出てくるっていうね。で、チャチャンチャンって言いながら、なんやこれって言って、寝られへんで最後までずーっと見てくるっていう、ロッキーなんですけどね。でもそっから始まり、やっぱりこう少年たちってもうそのロッキーに燃えたから、もうみんななんか知らんけどそこら中でなんかシャドーボクシングやってたわけですよ、その時は。なんかジャッキー・チェーンの映画見てあちょ言うてるか、はいはい、もうボクシングやってるかみたいな感じだったんですけど、そのですね、今日はですね、ロッキー4、はい、はい、僕らが見たのは炎の勇者なんですね。ロッキー4、炎の勇者、うん、で、なんで 僕らが見たのはっていうかっていうと、なんと今ですね、うん、シルベスタ・スタローンが自ら全部のフィルムを見直して、で、未公開フィルム42分をぶち込んだ、うん、96分のロッキー VS、ドラゴン、ロッキー4っていう、新作に近い。いやだって96分の42分って何分やねんほぼ半分やん、ね、はい、ね、それぐらい未公開映像が詰まってるって、なんかもうほとんど別物じゃないかなっていうね、いうようなやつが今実は上映されてるというか、収録時点では上映されてます。はい、はい、で、これがですね、いつまでやってるかって、多分見に来る人がおる限りはやってる感じになると思うんで、ぜひですね、見に行ってみてください、はい、で見に行ってみていただきたいんですけど、まあ若い世代知らなかったりとかすると思うんで、まあ、どういう話かというと、簡単に言えば、まあ、ロッキーがですね、もうすでに世界チャンピオンになってるわけですよ、はい、もう戦う相手おらんぐらいも強いから、
あのでしかもあのもう何お金めっちゃ儲けてるから、うん、大邸宅に住んでるわ。うん、であの家にはもうロボットがなんかこうなんか物を持ってきてくれるみたいな、 なんかそういう最新式のやつまであるみたいな、はい、でそんな感じの家住んでるわけですよ。で、戦いでおれへんなと思ってたらそこへですねあのアポロ、うん、ねあの、アポロアポロ、はい、アポロアポロアポロね、はい、アポロが、俺ちょっとあの試合行ってくる、うん、しかもソ連当時まだソ連ですから、うん、それ崩壊してないで、え、お前何しに行くねんって、いや俺ちょっと行ってくる、行ってきました。その相手になんと試合中に殴り殺されたんですよね、うん、はい、はい、でその相手がドラッなんですよ、はい、もうあのソ連が最新式のあの科学トレーニングをさせて、でもうまああれ多分ドーピングやってるよなっていうような筋肉ムキムキのあの体を作る、まああのそれがドルフ・ラングレンなんですけど、そうそうそう、あのその後アクションスタートして華々しくいろんな感じに出てるんですけどね。でそのドルフ・ラングレンやるあのドラゴンがですね、もう筋肉ムキムキでそのパワーでバーンってもうアポロ圧倒して倒せまうわけですよ。でそれの倒されたのがきっかけでアポロ死んじゃうんですね。で、まあそれをその知らせを聞いたあのロッキーがお前と対戦するって言って対戦するんですけど、この時にロッキーがだってそんな家にロボットおんねんねそんな生活してるロッキーやのにあの雪山にこもって、うん、あの人間を上に乗せてそれをバーベル代わりしてグーって持ち上げるとか、うん、なんかそういうあ一見非科学的なトレーニングをやるわけですよね。で雪山走ってうわーとかでドラゴーとかって叫ぶんですよ。そういうのを、まあ、要はあのほらロッキー1の時ですよね、はい、そうそう、ニワトリ捕まえろとか言われるんですね、あのミッキーに。そうそうそう、であのそういうなんか一見ボクシングと関係ないようなトレーニングに見えるかもしれないんだけど、そういうのをどんどんたくさんやることで、ロッキーもものすごいごっつい体になって、まあ、最後リングで対峙してっていう、炎の友情のために今まで戦う気なんかもうほとんど引退しようかなと思ってたロッキーが、世界最強の敵と戦って、まあ、最後はっていうお話なんですよね。さあこれがですね、さあどんな風に変わってんのかな。そうですね、ですよね。もうこれね、 あの内容でも俺は相当燃えたし、あの結構ねロッキー4を何回も見てるって人多いんですよ。多い、ロッキー3はそんな見えんけど、うん、あの4は見るっていう人が多くて、でさあそれがどんな風に しかもシルベスタ・スタローンの手によって、変わる、そうそうそう、だから監督自ら手入れたんです、うん、それがどうなってんのかなっていうのがすごく興味があって、俺まだ見てないんで、もう行きたくてしょうがない、早く見たくてしょうがないんですけど、もう本当にこの、 あの8月から9月にかけてめちゃくちゃ忙しくてですね全く時間がなくていけてませんが、はい、あのぜひ見た方、あの、見たよ、よかったよとかあれすごかったでとか、なんか余計行きたくなる、余計行きたくなるから余計コメント頂戴ください、お待ちしてます。はい、ということで今日は、はい、あのロッキー4について語らせていただきました。はい、はい、ということで今日のグッチョイでした。はい、ということでですね、エンディングでございますけれども、はいはい、まあ、あの今日、ドラゴン映画祭、ね、昨日から始まってて2日目です、はい、2日目でした、ね、で、もうね、ごめんなさい、この時間これを配信している時間には、トモルの2回目はですね、上映が終わっておりまして、はい、あと19日の1回を残すのみという形になっておりますので、ぜひですね、19日は14時半から日劇シネマの方でやっておりますのでですね、こちら見に来ていただければと思います。その時、多分、います、はい、会場のどこかに、はい、いや、まあ、あのちゃんと前呼び出すからそんなどこかにおらんでいいやん、もうちゃんと呼び出すから来てください、来てください、はい、まあ、あの大阪さんもそうですし、19日は、さくらわかなが、はい、主演のさくらわかなが、来ますので、またね、そう親子で登壇していただいて、あの親子トーク
はい、またコロッケの話になるんかなと思うんですけど、はい、ぜひしていただきたいなと思っております。はい、ということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。はい、では今日もありがとうございました。また来週。